これはチューダーのクロノグラフですね。79280。プリンス、まあ、なんていうのかな。タイガーモデルとかもある、サファイアクリスタルの、クロノグラフです。クロノタイムですよね。まあ、要するにチューダーでいうクロノタイム。で昔はチューダーのクロノもすごいいっぱい持ってまして、ファーストジェネレーションの7031、ホームベース型のやつですね。あれも持ってましたし、セカンドジェネレーションも、まあ、キャリバー234が入ったやつなんですけど、これも、まあ、一時は3個ぐらい持ってましたし、まあ、ブルーダイヤルとか、すごくいいの持ってたんですけど、まあ、正直、手放してしまいました。金銭的な、余裕もなかったので。で、ということで今残ってるのが、これだけですけれども、これはですね、文字盤がシルバーダイヤルで、プリンスオフスターって、プリンスっていうのが、このサファイアクリスタルの文字盤が入ってるんですけど、その前は、なんていうの、オイスター、パーペーチャルかな、なんだっけな、まあなんかそういうあれだった。これはね、珍しくて、何も入ってないです。で、シルバーダイヤル。シンプルですごくいいんですけれども、まあ、そういう、チューダーのクロノグラフですね、チューダーのブレスレット3連ブレスがこれついてまして、でこれはリューズがロレックス、チューダーのリューズじゃないです、ロレックスのリューズついてます。だからまあ79180か、それの一つ進化した版ですね。チューダーのリファレンスでいくと、この79の前は9420とか9430っていうリファレンスなんですけど、まあ、それと7918とかいうのはもうほとんど形状は同じですね。それでリファレンス変わるんですけれども、キャリバーはエタの7750がみんな入ってます。でも今見てこうサイズ感的にも、まあこの3連のオイスターのせいもあるんですけど、使いやすいモデルですよね。なんかまた使ってみたいなっていう感じですけども、普段使いに。でステンレスベゼル、まあ、回転ベゼルとタキベーターの黒ベゼルもあるんですけど、このステンレスベゼルはなんかいいですよね。まあ、エタの7750がどうなのかっていうのもあるんですけど、まあ、安定したキャリバーですし、だんだん値段も上がってきてますんで、これからもまあ下がるっていうことはないんじゃないかなっていう時計ですね。普段使いにもいいですし、まあ、値段的にもまあ持ってて、値上がりはあっても値下がりはないですね、チューダー、最近は。ロレックスの廉価版なんですけれども、こういうちょっと古いモデルに関しては明らかに値段が高騰してますので、持っててもいいモデルじゃないかなと思いますね。まあそれにエタの7750なんで、分解装置とかパーツの供給もまだいろんな時計に使われている機械ですので、いくらでも手に入りますから、内装部品に関してはロレックスに出さなくてもいろんなところでやってくれると思いますので、まあ、買って使ってアフターメンテも非常に楽じゃないかな。外装に関してはまあちょっとパーツの問題とかありますけど、内装に関してはまあ手に入りやすいパーツを使っているチューダーですね。はい、こういう感じですね。もちろん3時のところの横のところに何も入ってないです。これはタイガーモデル。だとタイガーって書いてますが、それも何も入ってないし、プリンスデートも入ってないですね。で、その前のモデルだとオイスターデートですけど、それも入ってません。非常にこう珍しい文字盤、何にもないという。シルバーダイヤです。チューダー。クロノタイムでした。